皆さんこんにちは、青木美沙子です。今日は私のオフの一日を Vlog 形式に撮っていくので、ぜひぜひご覧いただければと思います。割とお仕事が間に入っていることが多いんですけど、今日は丸々オフということで、ちょっとおしゃれをしてね、お友達とアフタヌーンティーに行ったりとか、ちょっとオフな感じも撮影しようと思うので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。バッグはマロンクリームちゃんです。私はマロンクリームちゃん推しです。めちゃくちゃいい天気で、結構暖かい日でした。移動の時は YouTube の編集をしています。このマイメロちゃんのエアポッツケースかわいいです。原宿に到着しました。ラフォーレもシナモンのシナモロールちゃんになってましたね。かわいいです。そして5階にあるアクシーズファムかわいいラインさんにやってきました。こちらのねワンピースを予約していたので、購入した後にアクシーズかわいいラインさんとのコラボのクレープを食べにやってきました。ロイヤルベアーズクレープ、めちゃくちゃ可愛かったです。こちらをいただきたいと思います。ということでクレープをいただきます。ちょっとね、撮影が一人だったのでこんな感じで撮影をしてます。中にチョコレートのアイスクリームだったりバナナが入っていたり、生クリームが入っていて、結構ボリューミーな感じのクレープになってました。すごいですよね。なんか久しぶりに原宿でクレープを食べたんですけど、こんなにクレープって大きかったんだっていうくらい大きくて、このあと一応アフタヌーンティーも控えてはいたんですけど、まあ本当ランチ分ぐらいの結構なボリュームがありましたけど、美味しかったです。はい、ということでお洋服を着替えて渋谷まで歩きました。ラフォーレのメゾンドフルールさんでモコモコバッグを購入しました。めちゃくちゃ可愛い。ということで割とお散歩をしながら歩いて消費をさせまして、ちょっと軽く汗をかいているんですけど、これからね、ヌン活をしたいと思います。お友達と。ということで、お友達を待っています。今日のヌン活の場所は、渋谷のラデュレです。結構大荷物で来ました。いつも私は荷物が多いです。はい、こちらのラデュレで、アフタヌーンティーをしたいと思います。めちゃくちゃ久しぶり。渋谷とあと銀座にラデュレがあると思うんですけど、都内だとどこも本当に可愛くって、行くとテンションが上がるカフェの一つです。はい、ということでたくさんケーキが並んでました。めちゃくちゃ美味しそうです。はい、それではこちらがアフタヌーンティーです。かわいいですよね。今回は外でいただきたいと思います。ケーキが2つ下に乗っていて、中はセーボリーになっています。上がねマカロン、やっぱりラデュレといえばマカロンなので、マカロンもとっても美味しかったし可愛かったです。ちょっとねずっと外にいると、まあ、肌寒いくらいの気候だったので、ホットの紅茶を飲みました。結構このラデュレは中ももちろん可愛いんですけど、外のテラス席もすごくおしゃれでした。はい、ということでアフタヌーンティーをいただいている様子です。今回はエリンコちゃんと一緒にアフタヌーンティーを楽しみました。エリンコちゃんといえばね、よくピンクハウスで一緒に
お仕事をさせてもらっている中なんですけど、今回はピンクハウスが終わって打ち上げみたいな感じで2人でヌン活をしました。はい、こんな感じです。結構天気も良かったので外でのアフタヌーンティーもちょっと海外に行った気分になってとっても楽しかったです。こちらピンクのケーキなんですけど、バラのケーキになってました。結構お砂糖でくるまれた感じの割とこう甘めな感じなんですけど、バラの香りがしてすごくこうマリー・アントワネット感のあるピンクのケーキになってました。私もちょうどねお洋服がピンク色だったのでお洋服との相性もバッチリです。美味しいです。とっても美味しかったです。ラデュレのケーキはね見た目も可愛いんですけど、もちろん味も美味しくってすごくパクパクといただきました。店内は壁紙も床もめちゃくちゃ可愛いです。こんな感じのお部屋に住みたいなって思いながら、お洋服とのピンクとの相性がバッチリでした。床もねすごい可愛いですよね。なんかラデュレって緑のイメージなのでそんな感じもあって可愛かったです。ということで本日のミサココーデご紹介します。ワンピースはメロディーバスケットさんとのコラボになります。私がプロデュースしているシャイニードットドレスというドレスになっていて、こちらは絶賛ご予約受付中になります。ご予約方法は概要欄を見てください。ということでこのね生地がすっごく柔らかくって着やすい、そして着心地も良くてお手入れもしやすい感じなんですけど、こちらはね本当にお届けが2月上旬にはなるんですけど、本当に年中着れる、夏でも着れるような質感だし、冬でももちろん長袖なので中にヒートテックとかも着れるし、シワになりにくいので旅行にももってこいなワンピースになっています。くるくる回っても可愛いです。続いて歩いていたらモスバーガーのガチャガチャを発見して、まずエリンコちゃんがやってみました。エリンコちゃんガチャガチャが大好きで、いろんなねガチャガチャをやっているそうで、エリンコちゃんが出たのはこちらのホットドッグ的なものが出ましたね。しっかりモスバーガーというタグもついていて、リアルで300円でこれだけのクオリティってすごいなと思いました。かわいいです。釣られて私もやってみました。私のね狙いはやっぱりモスバーガーといえばこのモスバーガーということで、モスバーガーかこのオニポテのどちらかがいいなと思ってこう念じながら回したんですけれども、何が出たかと言いますと、結構これ開け方がちょっとよくわからなくて、開きましたね。はい、何が出たんでしょうか。これじゃわかんないかな。はい、なんと私が一番に欲しかったモスバーガーが出ました。モスバーガー普通にリアルに食べても大好きで美味しいですよね。結構リアルですよね。タグもちゃんとついていて、公式のモスバーガーのハンバーガーが出ました。ポーチとかにつけたいと思います。2人ともこんな感じです。こう全部揃えたくなっちゃいますよね、ガチャガチャって。ということで話が尽きなくて再びお茶をしに来ました。こちらは渋谷にあるちょうどねドンキホーテの前あたりにあるカフェなんですけど、すごいね落ち着いた雰囲気でソファー席もあってゆったりとできました。私はカフェラテをいただきました。ずっとね、テラス席にいたのでラデュレでは。ちょっと肌寒くなってきて、最近はやっぱり日中は暖かいんだけど、朝晩は冷えることが多くって、このようにちょっと冷えたので、ホットのドリンクを飲みながら、
りんこちゃんと語り合っています。やっぱ女子2人集まっちゃうと本当に話が尽きなくてめちゃくちゃ楽しかったです。はい、ということでこんな感じです。本当にこのメロワーさんとのコラボのシャイニードットドレスめちゃくちゃお気に入りです。旅行にもね持って行ったんですけどシワにならずとっても軽い素材でした。はい、ということでエリンコちゃんとデート楽しかったです。私の一日 Vlog でした。ありがとうございました。